はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。推定血管年齢88歳の男です。今日のテーマなんですけど、今日はね、保証人にはなるなというお話をしたいと思います。どうぞ。昨日なんですけど、シャイロックの子供たちかな、という池井戸潤さんのね、銀行ものと言われる銀行ものかな、映画館に見に行きたかったんですけど、見に行けずに、時間が経ってしまったんですが、Amazon プライムで配信が開始したんで早速見ましたけど、ちょっといまいちの感じはありましたね。期待度が高かったからかな。期待してたんですけど、そこそこ面白い映画だとは思いますけど、私が期待してたよりはちょっと落ちたかな。7つの会議とかのやっぱ面白いですよね。そういった感じですけど、その映画の中でね、保証人の話が出てきましたんで、ちょっと保証人っていうのを一遍動画で取り上げてもいいなということで、今日はね、保証人ということについてお話したいと思います。で、保証っていう契約なんですけど、これはね、一つはね、普通の保証というのがあるんですね。で、もう一つはあるのが連帯保証。これは普通の保証と連帯保証というのは全く別物だと考えてもらっていいです。連帯保証というのは非常にまずいので、非常にやばい契約が連帯保証になってますので、だから、保証人にはなっても連帯保証人にはなるなよということを言いたいですね。で、そのお金を貸す方は保証人になってくださいとは言いますけど、連帯保証人の場合でも連帯保証とは言いませんからね。で、保証人には2種類あって、通常の保証と連帯保証というのがあるということをまず頭に入れておいてください。でですね、登場人物を出して説明した方が分かりやすいと思いますんで、私はポコちゃんですね。ポコちゃんで、私の学生時代の彼女の仮の名前が金ちゃんだったので、私の彼女が金ちゃんということにします。で、第三者に、小野ちゃんというのを出したいと思いますね。私の彼女が金ちゃんで、小野ちゃんで、私はポコちゃんですね。で、まず金ちゃんが小野ちゃんから100万円借ります、ね、金ちゃんから小野ちゃんが金ちゃんに100万円貸したわけですね。で、小野ちゃんが私ポコちゃんに、あんた金ちゃんの彼氏でしょと、金ちゃんに100万円貸したけどあなた保証人になりなさいよということで、分かったということでサインして保証人になる、ね。で、これで金ちゃんが100万円小野ちゃんから借りて、私はその保証人になってるわけですね。これは通常の保証人です。この場合どういった感じになるかというと、まずですね、小野ちゃんが私に、あんた保証人だから返しなさいといきなり来た場合、ちょっと待ってくれと、俺より先に金ちゃんに請求しろよということが通常の保証人の場合は言えます。これをですね、催告の抗弁という、ちょっと難しい言い方ですけど、催告の抗弁というものが保証人には認められているんですね。要は金ちゃんのことをね、主たる債務者って言うんですよ。私は保証人、金ちゃんは主たる債務者
で、小野ちゃんは債権者ですよね。債権者、お金を返せって言える権利を持ってるから債権者なんですけど、ただ小野ちゃんが私に、返せと、100万円のうち半分50万ちょっと返しなさいということを言われたら、ちょっと待って、金ちゃんに請求した、してないんだったら先に金ちゃんからにが払うのが筋でしょうと、金ちゃんから先に請求してよ、これが催告の抗弁っていうんですね。次にですね、小野ちゃんが金ちゃんに請求したけど金ちゃん払わないわよと、払わんよと、うん、あんた彼氏でしょ、払いなさいというふうに来ますよね、小野ちゃんはね。だけど小野ちゃん、小野ちゃんちょっと待ってと、小野ちゃん、金ちゃんはね、俺が買ってやった指輪持ってるからそれを差し押さえなさいということが言えるんですね、うん、彼が金ちゃんが持っているその不動産であるとか財産ですね、要は財産を差し押さえなさいと、そっちから先に取れよということが言えるんです。これが、検索の抗弁と言われているやつ、これも保証人には認められています。でですね、あと小野ちゃんがね、金ちゃんに、あ、金ちゃんのところに差し押さえしようとしたけど、もう何も全部売っ払って持ってなかったと、財産何もなかったということで、また来ました、私のところに、ポコちゃんのところに小野ちゃん来ました、あなた金ちゃん何も持ってないじゃないのと、100万円耳を揃えて払いなさい全部と、利子もつけてということを言ってきたら、私はちょっと待ってと、金ちゃんが100万円借りて俺は保証人になってるよね、だから払わないといけないのは金ちゃんが50万、俺は50万しかその債務はないはずだよと、半分しか払うけど半分しか払わんよと、こういうふうに言えるわけですね。2分の1なんです。これを分別の利益って言うんですよね。だから保証人にはね、3つの権利があるんです。1つは催告の抗弁、先に金ちゃんから金ちゃんに請求しろよと。でもう1つは検索の抗弁、金ちゃんの財産を差し押さえろよということ。あと分別の利益、2人いるんだから半々でいいんじゃないということが言えるんですけど、これが保証人に認められた権利なんですよね。で、ここまではまだいいんですけど、連帯保証人、今度連帯保証人になりますよね。要は契約の中に保証人なのか連帯という文字が入っているかどうかで全然違ってきます。連帯保証人だとね、今言った催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益、全て認められてないんですよね。だから連帯保証人になるというのはどういうことかというと、金ちゃんが100万円借りて、で私が小野ちゃんと連帯保証契約をすると、実は私が100万円借りてるのと同じような状態が生まれるんです。私は司法書士事務所で何年か働いていました。それはちょうどね、過払い金請求って言って、消費者金融からお金を借りてる人が、利息がね、利息の法律というか判例が変わったんですね。でかなり昔のやつはたくさん利息を払ってるのを、それを取り戻す訴訟というのがものすごく増えた時期があって、これは司法書士にとってはね、バブルというか特需だったんですけど、その時にちょうど私司法書士の勉強してて、事務所でね、その実務をやってたんでよくわかりますけど、お金を貸す方としてはね、普通本人に返済能力がないと貸さないわけですよね、プロですから。だけど本人に返済の能力がなくても
例えばその関係者、関係者というか知り合いにお金を返せる人がいれば、その人を連帯保証人にしてお金を貸しますんで、でもう回収はこの連帯保証人から返せればいいと思ってますんで、こいつ関係ないです。主たる債務者は関係ないです。だどん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 お金を貸して、この連帯保証人から回収すればいいやって思ってますんで、だ要は連帯保証になるというのはもう自分が借りたということだと思ってもらっていいと思います。その覚悟が なければ連帯保証人なんかになるべきではないですね、はい。まあ、はっきり言って連帯保証人なんかになるもんじゃないですね、はい。連帯保証人になった瞬間にもうそのお金は自分が返さなくちゃいけないもんだと思っていいと思いますよ、うん。でですね、もう一つ言いたいのは、寝保証契約ってあるんですよ。寝保証、寝がつくんですよ。この保証に根っこの根ですよ。これがつくとね、もう話は全然変わってくるんで、不動産なんかをね扱ってる人はよくわかると思うんですけど、寝定当権っていうのがあるんですよ。寝定当権というのは枠だけをね担保にするんです。例えば金ちゃんがお金を、小野ちゃんから金ちゃんが100万円借りますよね。で私が寝保証契約をその屈すると、100万円の寝保証契約をするということでね。で金ちゃんが100万円借りて返せませんと、で私が100万円返すじゃないですか。普通の保証ならこれで終わるんです、はい。一つの債権に対して、ちょっと難しい言い方になるかな、一つの債権に対して一つの保証なんですよ、うん。だからお金を一回借りて私が小野ちゃんに返した、それでもうその債権債務はなくなりますんで、保証契約もなくなるんですけど、寝保証契約の場合は違います。金ちゃんが100万円借りて私が100万円返します。その後また金ちゃんが100万円借りたら、またその100万円の保証というのはまた復活するんですよ。要は100万円の枠の中でどんだけ取引してもその保証というのは消えないわけですよ。これは恐ろしいんで、だから保証になるときに気をつけなきゃいけないのは、頭に連帯がついてないか、または頭に寝という文字がついてないか注意してください、うん。なんでこんな法律があるんかなと思うぐらい恐ろしい仕組みになってますんで、今ですね、知り合いの方もしくは、まあ、親族の方に保証人になってくれって頼まれてる、そこのあなた、契約書よく読んでくださいね。普通の保証人であれば、さっき一番最初に言った催告の公弁、検索の公弁、分別の利益というのがあるんですけど、連帯保証人にはそれがありません。さらに寝保証契約になるともうニッチもサッチもいかないですよ、こうなりますよ、はい。もう骨の髄までしゃぶられると思って間違いないでしょう。ということでね、今日は保証人にはなるなということでお話をしましたけど、今日も最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今日の一言、保証人っていうのはね、よほどの覚悟ないとなるもんじゃないです。で保証人と連帯保証人と、それともっとひどいのは寝保証契約ね。連帯保証はさっき言ったもう自分が借りたものと同じような状況が生まれますんで、それで寝保証契約というのはもうその枠
例えばその枠の中でどんな取引、何回取引やってもそれ全部担保されますんで、もうあのエンドレスになりますよ。うん、なので、保証人にはなってはダメです。うん、それじゃあいってらっしゃい。